スノーマンはアクロバットとダンスを得意とするグループで、発売したシングルはミリオンヒットを連発するほど。その中でもリーダーの岩本明、岩本照さんは体脂肪率 4%、雑誌、ターザン、で何度も表紙を務めるほどの筋トレマニアとしても有名に。今回は、岩本さんが一人暮らしをしているのか、について、遭遇情報を含めてお伝えします。また、乗っている車やピアノを何歳から始めたのか、たびたび登場するタピオカ愛についてもお伝えしていきます。岩本明のプロフィール、愛称、ひーくん、本名、岩本明、生年月日、1993年、平成5年、5月17日。身長、182センチメートル。出身地、埼玉県。所属事務所、ジャニーズ事務所、岩本明の熱愛彼女、鈴木マリアが公式否定。歴代の彼女&指輪を渡す結婚相手は、岩本明、3人兄弟で実家暮らし説、家族思いエピソード、父親もバク転&母をママ呼び、目次、岩本明は一人暮らし、岩本明の遭遇情報、岩本明は運転免許証を持っている、乗っている車は、岩本明さんは3歳からピアノを開始、タピオカ好きの一面も、岩本明は一人暮らし、埼玉県出身の岩本明さんですが、現在は一人暮らしをしているのでは、という噂があります。岩本明さん本人は、一人暮らしをしている、ことを公言していません。しかし、仕事が忙しくて都内で一人暮らしをしていても何ら違和感はないですよね。いるのはほぼ埼玉、と雑誌のインタビューで回答。11月20日に発売になった雑誌、東京カレンダーのインタビューにて岩本明さんは、東京は僕にとって仕事をする場所、と回答しています。休日も都内で過ごすことはなく、ほとんど埼玉から出ないのだそう。東京カレンダーの撮影スケジュールが入った時に、埼玉なんだけど東京を名乗って大丈夫なのか、と不安になったそうですよ。過去にスノーマンのメンバーが続々と一人暮らしを始めた時も、岩本明さんは、一人暮らしは怖い、と発言したエピソードもあります。これまでの岩本明さん自身の言葉からも、未だに実家暮らしの可能性は十分にありそうですね。岩本明の遭遇情報、SNS 上で見かける岩本明さんの遭遇情報ですが、ジャニーズ事務所所属グループの舞台やコンサート会場、撮影時のものがほとんどです。一人暮らしにつながる情報や一人で買い物をしていたなどの情報はありません。やはり岩本明さんが一人暮らしをしているのは噂に過ぎないようですね。岩本明は運転免許証を持っている。乗っている車は、岩本明さんは運転免許証を持っています。実際にデビュー前に公開した YouTube のジャニーズジュニアチャンネル卒業旅行で寝るのは禁止&重大発表。でもスノーマンのメンバーを乗せて自らハンドルを握っています。この時に運転した車は岩本明さんのマイカーではありませんでしたし、実際にどんな車に乗っているといった情報を岩本明さん自身も公表していません。ただし同じジャニーズ事務所に所属するキングプリンスのメンバーの岸優太さんがテレビ番組にて、ジムの帰りに岩本くんが自宅まで送ってくれる、という発言をしています。自分の車か家族の車かは分かりませんが、岩本明さんが個人で運転できるを持っているのは確かではないでしょうか。岩本明さんは3歳からピアノを開始、タピオカ好きの一面も、岩本明さんは雑誌、ターザン、で、筋肉吟遊詩人、岩本明裏切りの筋トレメソッド、という連載を持っていたり、サスケ2021から忍者ウォーリア、TBSK に出場が決まっていたりするなど、ジャニーズきっての筋肉キャラ。そんな岩本明さんですが、ストイックなイメージとは対照的ににはピアノが弾けたり、
大のタピオカ好きという一面もあるのです。岩本明さんがピアノを習い始めたのは3歳から。3歳からピアノを習い始めた岩本明さん。小学校3年生の時点で大人クラスに入っていて、卒業式では伴奏するほどの実力だったそうですよ。しかし、岩本明さんは過去にピアノを習っていたことを伏せていた時期があったとのこと。その理由が、楽器はいいかなと思って、俺はまだがっつり踊りたい、というものだったとのことです。現在はスノーマンとして歌やダンス、華麗なアクロバットを披露するだけでなく、楽曲の振り付けも担当するなどマルチな才能を持つ岩本明さん。スノーマンの楽曲にはピアノが素敵な曲が多くあります。いつかコンサートでピアノを弾く岩本明さんを見られる機会があるといいですよね。俺の体はタピオカでできている、発言も。岩本明は大のタピオカ好き。182cm の高身長と体脂肪率 4% のストイックボディという一見こわもての見た目な岩本明さん。実は、大のタピオカ好きというギャップを持つギャッパーでもあるのです。タピオカ好きはスノーマンのメンバーやファンにも浸透。岩本明さん自身も、2018年のヒットはタピオカ、俺の体はタピオカでできている、などのタピオカに関する発言をしています。岩本明さんはタピオカなら一人でも買いに行けるとのことで、前後女子高生でも並ぶ、最長、40分並んだこともある、のだそう。いつか外住でタピオカ店に並ぶ岩本明さんを見ることができるかもしれませんね。